やっていきまーす。意外とうまくないでしょ。結構時間ギリギリだからもう船行くぜ。声が。はい、しました、はい。ありがとうございます。では黒いところを押してください。はい。でタッチすると、これがチケットになります。おーすごい。はい。もう間もなくでご案内するので。わかりました。ありがとうございます。はい。というわけで、俺が乗るのは15時20分。ホタルナっていう船の、日の出桟橋行き、お台場にほぼ近いところ、このまま隅田川をギャーッと下っていく。昼だな、めっちゃ天気いい。換気もちゃんとされてて中はこんな感じ。そこら辺で降りて、あのレインボー、あれレインボーブリッジか、あれを渡っていくんじゃない、これ、あれって何橋、何あれ、何日の出で間違えた、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。さあ、出しますか。ぶっちゃけだったこと言っていい、まず俺に必要とされてるのはご飯だね。とりあえず何を間違ってたとしてもあっちに行けばいいから、道を間違えようなよな。さあ行きましょう、お台場へ。お台場の中に入んねえと観光チックなものはないだろうから、なんか屋台ではないけど、あと俺ね、その時代に基本取り残されてるから、タピオカドリンクとか飲んだことないんだよね。俺クレープも一回もないの、なんか食べてみたいな。てかマジでどこだかわからねえ。レインボーブリッジも近づいてきてるんだけどさ、歩行者が入れるルートどこだよ。どこやねんここ、一っ子一人いないんだが、何ここ、お台場散歩って言ってんのに。あれスカイツリーの端っこかな、スカイツリーじゃねえや、レインボーブリッジの端っこかな、これだろ。こっからどっかから上がるんやろ。あ、来ました、レインボーブリッジ展望歩道橋、これだ、ほら。え、自転車は左にお進みください。なるほど。お、誰もいなさすぎる、怖い。あー、うまっ。エレベーター、あ、エレベーター使わせてくれるの、ありがとう。歩いていくのかと思ったよ。こんな人いない？何この空間。人いないんだけど。ウォーキングデッドみたいなんだよな。びっくりした。マジでびっくりした。ゾンビかと思った。いいね。この連絡フロアです。なるほど、上ではないんだ、これ中間のところなんだ、なるほどね。うえー、迫力ある。もう3分の1だ。うわうわうわ、撃つね。うわうわ、うつれ。
視聴者おいでった俺レインボーブリッジ終わりましたのとこが1時間だと思ってたんだけど、1時間かかんないぐらいだと思ってたんだけど、まだお台場に着いてないっていう。到着ドン。このままあっち向かいます。俺が中学の時さ、初めて好きな子とデートしたのがここあったわ。俺の認めてる親友のことが好きな子で、でそう、俺の男親友もその女の子が好きだったの。両思いなんだけど、お互い好きっていないみたいな。で俺はその子の、その俺が認めてる親友を好きなとこも好きだったの。あ、俺の親友すごいの分かるみたいな。で2人とももじもじしてるから、いや俺ちょっと頑張ろうかなと思って、その彼女がマンションに住んでるわけよ。でマンションの下にちっちゃい公園があるの、本当にちっちゃい。でそこで待ち合わせをして、2人で 1,2 時間だべって、でバイバイっていう日々を1年半繰り返したのね。1年半でもう1年半も繰り返してあれだから、ちょっと1週間だけ俺の彼女になってほしいと。で俺1週間だけ俺の彼女になってダメだって別れるから、1週間だけ彼女っぽいことして、あのカップルっぽいことしようぜって言って来たデート先がここで OK もらった。でその子と6年間付き合ったね。14、5から20から20、21ぐらいまで付き合った。俺のその親友はなんかカンボジアかなんか行ってたな。なんか最初外交官目指してたんだけど、なんか今なんか知らないけどカンボジアに行った。で1人が自衛官になって、1人がなんとかなん南蛮印刷みたいなの入ってみたいな。で僕ニートだった。お腹ずっと空いてるって言い始めてから配信始めたんだけど、まあ何にもありつけてないんだが、半額のパンだけやぞ。お持ち帰り牛丼、お持ち帰りがあるけど、お、まさに豚丼の特盛り。ちょっと休憩する場所見つけて豚丼食べよっかな。あ、食べたことないやつだ、 TikTok で見るやつや。もうダメだ、止まれねえ俺は。爆食いすることに決めた。いや俺、大食い全盛期は松屋の牛丼特盛りにコンビニのおにぎり2個、サンドイッチ1個、ハーゲンダッツだったから1食が。ありがとうございます。ありがとうございます。はーい、まじうまそうなの笑った。やばい、早くしないとこれ伸びんくだれ。急げ急げ、これマジ急げ。え、マジ見てます。ありがとう。これパンなんで。パン？食べるもん増えた。ありがとう。え、どっから来たの？普通に今ここ近くですね。あ、近くなんだ。ありがとう。何パン？クロワッサン。クロワッサンやんだ。食いもんばっかだ。ありがとう、それね。ありがとう、またね。おい、食べ物増えたぞ。かっけえ兄ちゃんが来たわ。いや、もうホットグ食べていい？俺伸ばしたい。ホットグ食べるわ。うわうわおぉうまっ。ああ、さーて次行くのはガンダムかな。いるいるやん、めっちゃ光ってるよあいつ。待って、これ何、ここから右曲がれないのかな。うわ、これまさかぐるっと回らないといけないの。おい、何しとんねん、そこで牛乳買ってきた。牛乳買ってきた、マジ超助かる。牛乳ちょうだい。オッケー、入り口ってどこか分かんないけど、あとよ。視聴者が俺のために牛乳買ってきてくれたわ。牛乳飲みてってたからな、助かるぜ。誰知らねえよ。桜井翔いんのかな、ここかな。後ろって何、やめろよ、怖えよマジで。
あいつ走ってきたら怖えって。なんか柵の間からさ顔出しててさ、マジでシャイニングみたいだったんだよね。うわびっくりした。ダイバーシティ入り口。入り口で待っててっていうのは、あ、お前走ってくんな、お前怖い。来て、ありがとうありがとう。牛乳持ってきてたな。そう。助かる、マジセンキュー、ありがとう。お前多いよ。お前こっちの方の牛乳かよ。でっか。ちなみに海開いてないです。あ、海開いてないんだ。オリンピックでもう全部閉まっちゃった。もうぐるーっと行ったらいいの？ガンダムは。外側から行ける？ガンダムはもうここ中から入れないんだけど。こう外から行ける？あ、中からでも外からでも。あ、オッケー、ありがとう。じゃあまたね。またはい、ありがとう。またね、牛乳助かるわ。バカでか牛乳もらったわ。またね、バイバイ。優しさのあるやつがとつってくるな、大体。フィナーレはあそこかな。フィナーレは観覧車乗って終わろう。ここ行けんのかな。うわ、びっくりした。牛乳俺も買ってきたよ。おにぎりも入ってるじゃん。あ、アイス。あ、アイスかこれ。あ、デザート？はい。助かる、マジ助かる。ありがとう。はい。ちょっとごめん、ガンダムの生き方教えてくんない？生き方わかんないっす。あ、生き方わかんない。わかった。たどり着く。ありがとう。またね。近くに寄るまで見えない方がいい？目の前に来たら見せるわ。あ、椅子もあんじゃん。ガンダム食ったらじゃねえや。間違えた。逆か。うお。すげえ。行くぞ。下から舐めるわ。行くよ。すごいな、いい画角がわからん。いやでもこれ限界だね。これ限界。すげえ、こんなでかいんだ。ミッション1個コンプリートしたな。ガンダムを見る。お台場来たらこれしないとな。喉乾いた、牛乳飲んでいい？これを2でいいんだよな。あいつ何なんだよ、マジで脳筋だな。バカデカ牛乳一つ。もう視聴者の性格が出てるでしょ。ハゲナッツありがとう。いただきます、ハゲナッツね。あ、糖分しみる。じゃあ動画の素材撮ります。すみません、富士山でもらいましたが。右で。こっちで。はい。今30分ほど待ち時間ありますか。30分ある。じゃあ左で大丈夫です。こちらで買ってもありました。はい、こちらの撮影はとか YouTube とかに上げたりは大丈夫ですか。そうですね、しますね。あ、そしたらこちら NG なので。あ、そうなんですか。わかりました。ありがとうございます。大丈夫ですか。はい。はい、YouTube NG だって観覧車。え、岸さんの Twitter 見て岸さん来るって言ってんの。キスさん後つけてる。マジで怖いこと言わんで。一個だけいい。一個だけいい。一個だけいい。めっちゃうんこしたい。終わる終わる。ここで漏らしたら終わるぞ。いろいろ終わる。俺の始まった散歩配信も今日で終わってしまう。え、ちょっと待って、世界一長いこの信号どうしたの。世界一の信号あるかここに。早くして話した。ちょっと店の中入るしかない。ちょっと蓋するわ。ちょっとちょっとうんこする。ちょっと蓋しんで。危なかった。マジで危ない。あー、これはマジで危なかったぞ。いや、ショッピングモールのちょっと待って、マジでいるし、いるんだけど、マジで家近いんですか。まあまあ近い。
はぁ、あ、40分で来れる。40分、5分で来れる。何何くれるんですか。一緒に牛乳飲みたい。はぁ、喫茶。いや、なんか喫茶歩いた後牛乳美味しいだって言ったもん。だからこれ見たの、これ見たでしょ、これ。一緒に飲んだら美味しいかなと思って。じゃあ飲みましょう。え、なんでお台場来たの。いや、俺だから結構もう最近自由に振ってて、もうどこでも散歩しちゃうみたいな、はいはい、で前回行ったのが浅草、浅草行ってない、夜中ね。そう、次ここで、でもういろんな、もう日本各地行っちゃおうかなぐらいの勢いなんですよ。壊れちゃうから全部。え、何かですか。お台場全部なくなっちゃうというか、一部ショッピングモールとか。え、マジ。そうそうそう、今回あの再開発じゃないけど、はい、元々もう壊れるし想定で、そうそう、だから 今しかないじゃない。ああ、じゃあ今もう まさにだ、いい時期だ。なんか今めっちゃランク上がってる。今めっちゃ上がってる。今俺配信会とか結構やって、今ゴールド3の75LPS。すごいよ、結構来てる。いける、いける。今俺センチに絞ってて、でも結構喋りましたね。もう1時間ぐらい喋りました。ごめんね、なんか。いや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 、楽しかった。ジャスンチーからここからちゃうわ、ここから立つったら分かっちゃうよ、ジャスンチーが。ありがとうございました。じゃあ俺もうちょっとだけピーって回って。あ、ゴミ捨てておきます。あ、もう本当ですか、はい、すみません。あ、すみません、すみません、ありがとうございます。ごめんなさい、お腹には気をつけて。はい、楽しかったです、来てくれてありがとうございました。岸さんでした。いいポケモンが見つかりました。スイクエンテみたいに、いつも移動してるから。伝説の。伝説でどこにいるか。ありがとうございました。じゃあお先に。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとマジで来たんだ。マジで来たんだけど。ありがたすぎる。第1回目のゲストチックな人が岸さんとなりましたね。ベンチで小一時間ゲームについてくっちゃべるという。岸さんも岸さんで、やっぱ司会の方だから回しがうまいっていう。やりやすい、やりやすい。散歩行ってみたいよっていう人がいたら連れて行こうかなって思ってます。じゃあ駅までゆったりたらたら歩いて、今日の散歩配信は終わりますかね。思ったよりやったな、今まで過去一じゃね。配信マネージャー見てみましょう。配信時間4時間40分。いやー、やったやった。視聴者とつもね、言うて嬉しかったわ。なんか岸さんとか有名な方が来ちゃうと、俺どうなんかなとかあるかもしんないけど、俺的にはどんどん来てほしいな。飯代が浮くし、牛乳美味しいし。というわけで今日の散歩配信終わろうと思います。配信時間4時間50分というわけで、よかったね、お台場散歩。まあ次の、散歩する場所、考えておきます。リップとかもください。で、よかったらね、サブスクライブとかもくれたら嬉しいです。次回のモチベーションにつながります。はい、というわけでお疲れ様でした。楽しかったです。おつ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 。じゃあね、またバラランともランク上げ配信するから、さようなら、バイバイ、おつ、さようなら。